マイケル・レッドはアメリカ合衆国オハイオ州コロンバス出身の元バスケットボール選手。NBA のミルウォーキーバックスなどで活躍した。ポジションはシューティングガード。サウスポー。大学はオハイオ州立大学でプレー。大学での通算アベレージは19.6得点6.2リバウンド。1年目のシーズンには平均21.9得点を記録している。 オハイオ州立大学では3年プレーした後、2000年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、ミルウォーキーバックスから指名を受けて NBA 入りした。大学時代はスター選手として活躍していたが、ドラフトでは2巡目全体43位という大変に低い評価だった。ルーキーイヤーの2000から01シーズン、レッドはわずか6試合しか出場機会を与えられなかった。 ドラフト開始名詞のルーキーにとっては NBA での生き残りさえ危ぶまれる数字だったが、レッドはここから這い上がり、ドラフト時の評価を覆す活躍を見せるようになる。2年目の2001から02シーズン、レッドはエーススコアラーのレイヤレンの控えとして、貴重な役割を果たし、平均得点を2桁に乗せ、得意の3ポイントシュートの成功率は44.4%を記録し、 いきなりリーグ8位にランクされた。2002から03シーズンには15.1得点を上げる貴重な選手となり、3ポイントシュート成功率はリーグ2位にまで上昇する。そして2003から04シーズン、バックスはアレニア、サムキャセールなど主力選手を大量に放出し、レッドはエースの退任を任せられることになった。レッドはチームの期待に応え、 21.7得点を挙げる強力なシューターとなり、自身初の NBA オールスターゲーム出場を果たした。ちなみに、レッドがこの年のオールスターゲームに出場して、以降、2017年に、ヤニス・アデト・クンボがファン投票で選出されるまで、バックスからオールスターゲームのメンバーに選出された選手は現れなかった。さらに同シーズン、オール NBA サードチームにも選出された。 04から05シーズンは自己最高の平均得点を上げた。2004から05シーズン終了後、チームと大型契約を結び、ますます AS としての責任感が問われることになった。2005から06シーズンも自己最高の平均得点を記録し、プロ入り以来5年連続で平均得点を伸ばした。また、チーム史上2人目となる1シーズンで2000得点以上を記録した。 プレーオフでは1回戦でデトロイトピストンズに1勝4敗で敗れたが、レッド自身は勝利した第2戦でのプレーオフキャリア杯となる40得点を含め、シリーズ全体で、27. 2 7に得点と活躍した。2006から07シーズンは11月11日のユタジャズ戦でキャリア初の50点超えとなる57得点を記録し、 平均得点も前シーズンよりさらに伸ばし26.7得点だったが、故障により53試合の出場にとどまり、チームもプレーオフ出場を逃した。翌2007から08シーズンには22.7得点に止まり、キャリアで初めて成績を落とした。その後も怪我による低迷が続き、2011年限りでバックスを退団。2011から12シーズンは、 フェニックス・サンズでプレーするも低迷し、2012から13、シーズンはプレーすることができず、2013から14、シーズン開幕直後の2013年11月6日に引退を表明。その後、フルスミルウォーキーバックスの本拠地 BMO ハリス・ブラッドリーセンターで、バックスの一員として引退式が取り行われた。 2006年の世界選手権の代表候補に選ばれていたが結婚したため自体。翌2007年夏の北京オリンピック予選のアメリカ代表に選ばれ、チーム最多の29本の 3P シュートを成功させるなど優勝に大きく貢献した。NBA を代表するスリーポイントシューターで外角からのシュートは非常に正確。 斧を振りかぶるような独特のシュートフォームだが、リリースが抜群に速いのが特徴。入り出したら止まらなくなるタイプのシューターで、2015年1月23日まで1クォーターでの 3P シュート成功数の NBA 記録を持っていた。またアウトサイドシュートだけでなく、ドライブインからの得点も可能で前世紀はリーグ屈指のスコアラーとされていた。ありがとうございます。